みんな、ここからが本番じゃぞ。いざ、町の中へ。僕が一番乗り。やはりここもか。これってまずい状況よね。ね、どうするの？ああ、すでに作戦は考えてある、うん、まずは敵から逃げるふりをして一斉に交代だ。頃合いを見計らって俺が手を叩く。それを合図に。また長いやつ？これは予想外の展開だ。俺の完璧な作戦が。すごい、かっこいい。あの、助けてくれてありがとうございます。おい、まだ味方と決まったわけじゃないぞ。魔法研究所の所長ジュリエッタよ。お会いするのは初めてだったかしら。よろしくね、親衛隊長さんたち。よくぞ助けてくれた。礼を言うぞ、ジュリエッタ。ご無事で何よりですわ、ディルク様。用心深いのね。でも、そういう男って好きよ。とっても研究のしがいがありそうだもの。研究だと？この俺を解き明かすことなんてできやしないぞ。何真剣に答えちゃってるのよ。冗談に決まってるでしょ。あら、私本気よ。そうね、今度私のラボでゆっくり。ちょっと相変わらずじゃの。してジュリエッタよ、早速だがコートルダの案内を頼む。わしはこの町を守るつもりじゃ。協力してくれるな？もちろん協力させていただきますわ。それに、この町は私の研究成果であふれていますもの。かわいい発明品たちが壊されていくのを黙って見ているつもりはありませんわ。油断せずに行きましょう。町のあちこちに出現した妙なものから魔物たちがどんどん湧き出ているのよ。あれは魔物の扉っていうものらしいの。扉を守る番人を倒すと消えるみたい。あれが魔物の扉。それじゃ扉の番人とやらを倒してしまいましょう。この町にある不思議なものは全部ジュリエッタの発明品なんだよな。すごい。ねえねえ、どうしてこういうものを作ろうと思ったの？そうね、備えあれば憂いなしってやつよ。実は私の最高傑作が完成間近なの。町を守りきったら見せてあげるのね。上出来だな。これで全部ね。あとは残っている魔物をやっつければ一段落よ。よーし、
片付いたっと。残念だけど、そう簡単な話じゃないみたい。外からも魔物が押し寄せてきたようね。でも大丈夫、外からのお客さんなら私の発明品で一網打尽にできるわ。一緒にいらっしゃい。使い方を教えてあげる。これが私の発明品8号マダンホよ。このフォルム素敵でしょ。さあ早速動かしてみて。魔物たちが橋を渡ってきたわ。よく狙って撃ってみて。お見事、命中よ。これを使えば戦いをとっても有利に進められるわ。魔物、よし完璧だな。わかったわ。うん。ありがとうございます。ぬははは
ようこそ。さあ、神に祈りよ。神のご加護があらんことを。おお、よく来たな。また来てくれよな。